スジャパン株式会社は、東京都江東区東洋 6-3-1 に本社を置く企業。米SYNNEXグループの日本法人で、主にパーソナルコンピュータとソフトウェアの卸売を行う。株主はSYNNEXジャパンホールディングス株式会社。前身は1962年に電子機器と部品の販売を目的として関東電子機器販売で1983年により東証2部に上場していた。その後2007年に丸紅の完全子会社化、2010年12月にSYNNEXグループに全株式譲渡がなされ、現在に至る。なお、かつて存在した株式会社SYNNEXとは別会社である。同社は1995年に米SYNNEX社の関係会社として設立し、2005年に MCJ が子会社化。2012年に現社名テックインド株式会社となっている。出展によるSYNNEX Device as a サブスクリプション法人向け PC サブスクリプションサービス。モダン PC に Microsoft 365とサポート、保証が一括定額利用できる。ハイブリッドクラウド Microsoft Azure などのクラウドサービスやサーバー製品、その他ネットワーク及びセキュリティ製品を数多く取り扱い、ハイブリッドクラウドのソリューションを提供。ICT 教育ソリューション、ギガスクール提案児童、生徒向けに一人一台の学習端末と高速大容量の通信ネットワークを整備するギガスクール構想に準拠したパソコンデバイスや充電保管庫、ネットワークセキュリティ、クラウドサービスの活用など ICT 教育ソリューションをサポートしている。コラボレーションソリューション自社でもいち早くテレワークを導入し、そのノウハウも含め、Microsoft Teams を中心とした Surface Hub 2S や Logicool Tap、Hoylu などのコラボレーションツールを利用したワークスタイル変革の提案。サーバー、PC、Chromebook、周辺機器、クラウド製品、SIM、フリーフォンなど。主力メーカーはMicrosoft、日本 HP、日本ヒューレットパッカード、Google、ASUS、Lenovo、EIZO、StarTech、EIZO、オッキデータ、ergotron、startech.com など、ECNex 販売店向け EC サイト、CLOUDSolv 販売店向け、クラウドソリューションポータルサイト、Storefrontエンドユーザー向け、クラウドサービス EC サイト機能、nPress ソフトウェアライセンス EC ストア、SYNNEX ストア EC ストア。詳細は SYNNEX を参照。SYNNEXグループは IT 機器全般のサプライチェーンを行っているテクノロジーソリューション事業を手掛ける全米でも有数の企業規模であり、数多くの企業と取引を行っている。全世界26カ国で22万5,000人以上の従業員が勤務し、IT 製品を中心としたディストリビューション、ロジスティクス、ソリューションを提供する。2020年5月に米フォーチュン誌が発表したフォーチュン500の中で130位にランクインしている。社長兼 CEO はデニス・ポークである。2002年入社、コーポレートファイナンス担当上級副社長就任、同年最高財務責任者に就任、2006年最高執行責任者、2012年、米国SYNNEXの取締役を歴任し、2018年3月より現職である。2018年8月には、The Channel Company社が発行を行っている雑誌や CRN で優れた執行役員100人の一人として選ばれた。詳細は ロバート T ファンを参照。SYNNEX社の創業者は、ロバート・ファンという人物である。台湾に生まれ、1961年に来日し、九州大学工学部を卒業後に渡米。アドバンストマイクロデバイセズ社を経て、1980年にSYNNEX社の前身、COMPAC Microelectronics社を創業した。出身校である九州大学には、彼の名を冠したロバート・ファン・アントレプレナーシップセンターが設置されている。1996年4月に活動を開始したベンチャービジネスラボラトリーを前身とするもので、ロバート・ファンからの九州大学100周年記念寄付金をもとに2010年12月1日に設立された。ありがとうございます。